天然芝では。いや、なかったですね。ただ、うん、私が現役の頃、三つ沢が少しこういう状態昔ありましたからね。ああいう風なふわふわというか、めくれる状態だったんですけどね。はい、それを児玉がアピールして、今、三上出身だ。試合を中断している状況です。そして、大黒もこれを確認できるでしょうか。ティーラさんどうぞ。はい。